まずは、悲しき旦那さん。アルセルタスアッシュ。4G で初登場したアルセルタスさんのアッシュだよ。角がかっこいいですね。そう、通常種との一番の違いは、この角なんだ。通常種はまっすぐな一本の角なんだけど、アッシュはこの通り。二つに分かれて曲がってる形をしてるよ。なんだか、クワガタムシに見えてきました。そして、この角の見た目から、別名、不幸虫とも呼ばれているね。モンハン漢字検定3級くらいありそう。それで、なんで不遇なアッシュに選ばれたかというと、妻のゲネルセルタスアッシュさんにひどい扱いをされるからなんだ。というと、ゲネルアッシュさんは地面の中にいるアルセルタスアッシュさんを、長い尻尾で引っこ抜いて無理やり言うことを聞かせるんだよね。しかも、そうして捕まえたアルセルタスアッシュさんを、武器として攻撃に使ったり、通常種のゲネルさんみたくお腹が空いたら食べたりするんだ。扱いやばすぎません。極めつけは砲弾として発射され、アルセルタスアッシュさんは粉々にされてしまうよ。めちゃめちゃ不憫じゃないですか。それに、4G のエピソードクエストっていうダウンロードコンテンツのクエストでは、アルセルタスアッシュさんを10体討伐するクエストがあるんだけど、そのクエストには、ゲネルセルタスアッシュさんも登場するんだ。嫌な予感がしてきました。まあ、想像できると思うけど、10体のアルセルタスアッシュさんが玉になって粉々になっていく様子を、ただ見ているだけでクエストクリアできるよ。それはひどすぎますって。さらに、アルセルタスアッシュさんを40体倒すことで、手に入れられる称号があるんだけど、なんとそれがお手軽っていう名前なんだ。もうやめてあげて。もはや不幸虫じゃなくて不幸虫だってよくネタにされているよ。これ以上ないほど的確な名前ですね。よくよく考えてみると、引っこ抜かれた後叩きつけられ発射され食べられるって、これピクミンと全く同じ扱いを受けてるよね。完全に同じで草。続いてはビリビリザウルス。アンジャナクアッシュ。アイスボーンで登場したアンジャナクさんのアッシュだよ。なんかティガさんに似てません？確かに頭の部分の色合いがちょっと似てるかも。それでなんで不遇アッシュに選ばれたのかというと、ジャナフアッシュさんだけ登場ムービーが作られなかったんだ。はぶられてるじゃないですか。具体的に言うと、アイスボーンで追加されたアッシュモンスの中から、ストーリークリア後に隠し要素として出てくるティガアッシュさんや、アップデートで追加された人王ガアッシュさんみたいな、特別な理由があるモンスを除けば唯一登場ムービーがないんだよ。なんだかちょっと不憫ですね。通常種のジャナフさんは、主役級のムービーを2本も用意されてるビップ待遇だったこともあって、余計に不遇な感じが目立ってるね。もう涙が止まらないです。ちなみにだけど、このジャナフアッシュさんのデザインのモチーフは雷様だってことが明かされてるんだ。雷様って、あの虎柄のパンツを履いた赤い鬼ですか？そうそう、雷様といえば君が説明した通り、虎柄のパンツを履いた鬼ってイメージが強いと思うんだけど、その虎柄のパンツが頭の柄で再現されてるんだね。確かにこの模様、雷様っぽいですね。ジャナフアッシュさんが使う属性も雷だし、モチーフにぴったりのモンスだよね。もう雷様にしか見えなくなりました。ちゃんとおへそ隠さないと、ジャナフアッシュさんに取られるかも？それでも私は、へそ出し S 装備を使いますよ。続いては、死んだふり世界一。ゲリョスアッシュ。モンハン G で初登場した、ゲリョスさんのアッシュだよ。随分な古参モンスです。その全身紫色の見た目から、ハンターたちからは、シゲヨ、あとは、紫ゲロ、ゲヨア、なんて呼ばれてたね。紫ゲロはひどすぎますって。それで、ゲヨスさんは、通常種、アシともに毒液を吐くのがおはこなんだけど、アシュの毒液は食らうと猛毒になっちゃうんだ。純粋な強化を受けてるんですね。それだけでもかなり強いのに、4シリーズにおいては、毒液が斜面を滑ったり、上から降らせたりしてくるから、めちゃめちゃ厄介なモンスになってたね。解毒薬を忘れてリタイアする光景がありありと目に浮かびます。それで、紫ゲロさんが、なんで不遇なのかというと、4シリーズでは、討伐数を重ねると、称号がもらえるんだけど、それがやたら悪口めいたものだからなんだ。どういうことですか？まず、通常種は、ゲロス、狂乱、パープル、ランナー、という、まあ普通の称号なんだけど、アシュは、毒吐き、フラッシュ、卑怯、悪あがき、と、マイナスイメージが強いんだ。この毒吐き、卑怯。まあ、ハンターたちに紫ゲロなんて呼ばれてる時点で、もう不遇モンスみたいなところはあるけどね。確かに、それはそうです。ちなみに、紫色の体に、ところどころにある明るい緑色っていうこの見た目、何かに似てると思わない？なんでしょう？初号機にそっくりだよね。言われてみるとそうかも。しかも、ゲーム内で、暴走する紫色の毒会長、みたいな説明をされたりするせいで、もはや、エバショ、気にしか見えないっていう、わざと似せてるんだったら、面白いですね。続いては、アゴアゴパニック。ウラガンキンアッシュ。サードで初登場したウラガンキンさんのアッシュだよ。めちゃめちゃカラフルですね。
青い体と梅干しみたいに赤い鼻がトレードマークの元金足さんは、悪臭という特徴のせいで、ハンターたちやゲーム内キャラからひどい扱いを受けてしまったんだ。詳しく教えてください。まず、裏元金の足と通常種の違いは、主に攻撃で出すガスの種類なんだよね。ふむふむ。通常種は眠りのガスや燃えるガスを出すけど、足は悪臭のガスを出してくるよ。悪臭ガスってババコンガさんが出すような、あの茶色くて臭そうなやつですか？そうそう、そんなのを出してるもんだから。元金足さんはババコンガさんやラングロトラさんとかと同じく、臭いモンスとして知られるようになったんだ。ゲッグサさん兄弟。まあ、この3体の中でも元金足さんは、特に悲しい扱いを受けてるんだけどね。そうなんですか？このモンスたちの特徴は何？と聞かれたら、ババコンガさんは臭いの他にキノコを食べるとか出てくるし、ラングロトラさんは長い舌とか痺れ攻撃とか出てくるでしょ？パッと出てきますね。でも、元金足さんに関しては、臭いしか出てこないっていう、不遇ポイントきました。それに、元金足さんって足だから、いつも通常種と紐付けられて考えられるよね。確かに、通常種のおまけみたいに考えちゃいます。うんうん、そうやって考えられるから、通常種にはない特徴である、臭いガスを出すっていうところが、どうしても目立っちゃうんだよ。自慢の上顎も立派な特徴なのに、もはや当たり前みたいになってますもんね。そんなこともあってか、元金足さんは、草岩金とか、臭い方とか、ハンターたちからとんでもない呼び方をされちゃうようになったんだ。彼には悪いけど、めっちゃ面白いです。加えて、トライジーのクエスト、同族嫌悪の依頼文で、ラングロトラが発したと思われるセリフに、こんなのがあるんだ。気になります。ほら、ここを見ると、なんでお前の匂い、そんなひどいの？と言われちゃってるよ。これ、目クソ鼻クソ笑うってやつじゃないですか？あ、臭いモンスだけに、クソってこと？ノーコメントで。まあそれは置いといて。元金足さんが不遇なのはこれだけじゃないんだ。まだ何かあるんですか？登場作品が圧倒的に少ないんだよ。そうなんです。メインシリーズではサードトライGに出てて、それに一応スマホアプリのエクスプロアにも出てたんだけど、それを合わせても3作品だけ。超少ないじゃないですか。しかも登場作品が少ないアシュモンスが大勢ストーリーズに出演する中、元金足さんはなぜか出られないっていうね。取り残されててかわいそう。もはや運営さんが元金足さんを忘れてるんじゃないかとか言われたりもしてるよ。運営さん、臭い方を思い出してあげて。続いては漆黒ワンワン。ジンオーガアシュ。トライ G で初登場したジンオーガさんのアシュだよ。黒ワンちゃん来ましたね。体は黒くて爪と背中は赤いっていう、なんともまがまがしい見た目をしてるこのジンオーガアシュさんだけど、アイスボーンで再登場することが発表されるときにただのおまけとして扱われてしまったんだ。どういうことです？大型アップデートでの参戦発表が告知された時に、公式のプロデューサーたちから、目玉モンスはジンオーガアシュでなく他にいるって言われたせいで、完全に話題がそっちに持ってかれちゃったんだよ。ただの前座にされたってわけですか。しかもジンオーガアシュさんを紹介するムービーは痕跡を見つけた時点で終わってて、見てて一番盛り上がるはずの登場シーンがムービーになってなかったよ。ただの戦闘映像に切り替わってますね。ジンオーガアシュさんはかなりの人気モンスだし、もうちょっと登場の演出を凝ってもよかったと個人的には思ってるよ。確かに話を聞くとかなりあっさりしてますね。それに同じくアイスボーンで登場したタケリハゼルブラキさんには専用 BGM が作られていたのに、ジンオーガアシさんの戦闘 BGM は通常種の使い回しです。踏んだり蹴ったりですね。ちなみにそんなジンオーガアシさんはよく別名であるご苦労竜になぞらえてご苦労って呼ばれてるけど、今回の件は本当にご苦労様って感じだったね。まあ、参戦できないよりはいいですけどね。続いては、忘れられがち。飛びかがちアシュ。アイスボーンで初登場の飛びかがちさんのアシュだよ。かなり新しいアシュですね。電気で戦う通常種と違って、毒を使って戦うことから、ひどく竜とも呼ばれてるね。シンプルな字なのに、かっこよくていいですね。今言った通り、ひどく竜なんて名前だけど、猛毒、麻痺、麻痺毒まで使ってくるから、毒だけだと思って油断しちゃわないように、モンハン界の誇張し、それでなんで不遇モンスに選ばれたのかといえば、全くと言っていいほど駆られることがなかったからだよ。そうなんですか。ストーリー上で一回は必ず狩猟することになるんだけど、その後は特殊装具解除の円筒の強化のための捕獲クエストとか特殊闘技場クエストくらいしか行く必要がなかったんだ。特殊闘技場って何でしたっけ。普通のクエストでモンスを捕獲すると確率で出現する特別なクエストで、すごく簡単に行っちゃうと自分の装備を着ていける闘技大会みたいな感じかな。へえ、そんなものがあったんですね。
しかも特殊闘技場は激流装をはじめとした兵器が揃ってるから、いつもの闘技大会よりモンスを狩りやすくなってるよ。兵器を使ってモンスを狩猟するのめちゃめちゃ楽しそうですね。エリアが一つしかないから、ゼウスさんのワールドツアーみたいなめんどくさい技も封印させられるし、報酬で素材も集まるしでなかなか便利なクエストだったんだ。もっと早く知りたかった。まあ、本題の飛びかがち足さんに関しては、素材が必要になることはあんまりないし、ほぼやる必要はないね。そこはやっぱり不遇モンスです。そして、後になって、導きの地の溶接地帯が追加された時には、地帯レベルっていうものを上げるために、飛びかがち足さんが結構狩猟されてたんだけど、おお、それは良かったです。それじゃあ、不遇モンス卒業ですか？いや、そんなに甘くはなくて、当時、人気がないっていうイメージが、よほど強かったのか。アイスボーンで一番狩られていないモンスの予想アンケートで堂々の1位を獲得しちゃうんだ。絶対堂々としちゃダメなアンケートです。まあ実際にはティガレックス足さんが一番狩られていなかったモンスなんだけど、ユーザーの印象が超不遇な悲しい飛びかがち足さんでした。サンブレイクに来て挽回しましょう。続いては砂ゴリラドドブランゴ足。セカンド G に登場していたドドブランゴさんの足だよ。こいつ見たことあります。こいつは通常種のドドブラさんが砂漠に適応した個体で、ブレスが砂になってたり岩を投げてくるようになったりと、見てて飽きない戦い方をしてくるんだ。ワイルドなお猿さんです。そんなドドブラ足さんがなぜ不遇アシュに選ばれたかだけど、全モンスで一番影が薄いのは誰かっていう話題が出たら必ず名前が出るくらい忘れられがちなモンスだからなんだ。熟練のハンターたちからしても本当に影が薄いみたいで、不遇モンスとしては最有力候補だよ。そうなんですか？まず、セカンド G にしか登場してないから、セカンド G をやってた人も見ないうちにどんどん忘れていくし、最近モンハンを始めた人はもちろん知らないよね。相当モンハンに興味がないと過去作のことは調べないでしょうしね。さらに、モンハンの小説版第3弾では、セカンド G で登場したモンスたちがほとんど全て登場しているにもかかわらず、なぜかドドブラ足さんだけ名前すら出てこないっていう空気っぷり。のけものフレンズ。そんなわけで影が薄すぎて不遇なドドブラ足さん、いつかまた元気に岩を投げる姿を見たいものだね。あ、私は見たくないです。続いてはモンハン界のピンクレディリオレイヤー足。モンハン G が初登場のレイヤーさんの足モンスだよ。いつ見てもド派手な色です。その特徴的なピンク色の体は別名桜花竜の由来にもなってるね。ハンターたちからは桜レイヤーなんて呼ばれたりもしてるみたい。レイヤー足さんを見ると三色団子が食べたくなるのは私だけですかね。それでなんで不遇モンスなのかというと、下流系のモンスの中でかなり微妙な立ち位置にいるからだよ。どういうことですか？まずレウスさんとレイヤーさんには足とか希少種とかを合わせてたくさん似たようなモンスがいるのはもちろん知ってるよね。金銀のリオ夫婦とか二つ名のリオ夫婦とかですよね。そうそう、モンハンの顔としていろんな場面で使われるレウス通常種さんに、各作品の PV には絶対と言っていいほど登場するレイヤー通常種さん、この2体はめちゃめちゃ有名です。さらにゲーム内で作品を減るごとに超強化を受けたり、現実で豪華なフィギュアにまでされた金銀リオ夫婦や、クロスシリーズだけの登場ながらかなりの知名度と人気を持ってて、さらに主モンスとして実質ライズにも出演してる2つなリオ夫婦がいるよ。こうしてみると本当に下流系モンスは優遇されてますよね。それで、アシュの桜レイヤーさんはというと、別にこれといって優遇されていないし、かといって、この動画で紹介した他のモンスたちほど、ひどい扱いを受けてるわけでもないっていう、まさに微妙な立ち位置にいるんだ。それはちょっと悲しいですけど、不遇とまでは言えないんじゃ？でも、優遇されまくりの他の下流系モンスと比べてみると、どうしても不遇って評価になっちゃうんだよね。相対的に不遇って感じですかね？そうそう。下流系モンスなのに普通っていう、かわいそうな見られ方をされちゃうから、不遇モンスとしてふさわしいんじゃないかな。なるほど、確かにそう考えるとしっかり不遇です。あ、そういえばさっき優遇されてる下流モンスを説明した時にレウス足さんの名前は出てませんでしたけど、そっちはどうなんです？よくぞ聞いてくれました。実はレウス足さんも不遇モンスなんだよ。足夫婦揃って不遇モンスとはかわいそうに。モンハン G で初登場してメインモンスも務めたレウス足さんは、別名総下流とも呼ばれるように青い体が特徴なんだ。この色味かなり好きです。ハンターたちからは桜レイヤーさんと合わせて青レウスなんて呼ばれてるね。桜レイヤーさんと青レウスさんで色が対照的になってるのいいですね。そんな青レウスさんがなぜ不遇モンスなのかといえば、15周年記念のアートからハブられてしまったからなんだ。詳しく教えてください。モンハンの公式からは
今まで5周年、10周年、15周年と節目ごとに記念アートが発信されていて、そこにはみんな一度は見たことあるようなメイン級のモンスが大勢写ってるんだけど、オールスターですね。レウス・アシさんは5周年、10周年アートにはしっかり写ってたのに、15周年でなぜかいきなり省かれちゃったっていう、特に理由のないいじめがレウス・アシさんを襲う。しかもレウス・アシさんがいるはずだった場所をミラボさんがドヤ顔で奪ってるんだ。レウス・アシさん泣いていいですよ。まあレウス・アシさん自体は綺麗で自然な色合いが人気だし、肉質や属性耐性がもはや通常種と別モンスになっちゃった銀レウスさんと違って、通常種が純粋に強化されたって感じがするから、古参のハンターたちからは良い評価を受けてるみたいだけどね。ワールド時代以外は先行耐性頭が。そんなわけで夫婦ともに不遇だけども、なんとか夫婦で支え合ってほしいよ。夫婦揃ってサンブレイクに来ちゃってください。続いてはみんなのトラウマ、ガララージャラアシュ。 4G 初登場のガララージャラさんのアシュだよ。出た、凶悪モンス。ガララアシュさんはその凶悪っぷりからハンターたちから良い評価を受けてないんだけど、あまりにもその評価が低いせいか、メインシリーズでは 4G にしか出演してないんだ。一つだけですか。それは不遇ですね。まあ全身ガチガチの肉質とか、トリッキーな飛ばし方をする水ブレスとか、もう考えただけで手が震えるって感じだから、再登場はしなくていいのかもしれないね。しっかりトラウマ植え付けられてるじゃないですか。ガララアシさんの凶悪っぷりについてはこの動画で解説してるので、詳しく知りたい人は見るといいかもしれません。これは見るしかない。話を戻して、ガララアシさんの素材から作る武器って水属性の中でトップクラスの性能のものが多くて、素材集めのために嫌でも複数回戦うことになるんだよね。それは大変です。嫌なモンストは戦わなければいいっていう甘い考えを持っていた当時の私は、心身ともに粉々に砕かれましたとさ。同じようなハンターさんも結構いそうで怖いです。ちなみにガララアシさんとの戦闘中、奴は尻尾の一部を飛ばして地面に刺す攻撃をするんだけど、これに攻撃すると落とし物が出てくることがあるんだ。そうなんですか。そういうのって戦闘ほっぽり出して取りたくなっちゃいますよね。しかもなぜかその落とし物から身も凍るくちばしが落ちることがあるんだよ。尻尾から発射したのに不思議だよね。モンハン7不思議の一つですね。いやー、アシュモンスも苦労してる奴らがいたんですね。サンブレイクでの大復活に期待するばかりだよ。皆さんもこんなアシュたちを知っていたらぜひ教えてくださいね。右上のツイッターのフォロー、チャンネル登録もしてくれると励みになります。それではご視聴ありがとうございました。